武井テリコ天チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日もまだ大阪にいております。さあ今日もですね、以前電話出演していただいた芸人に、直接会ってトークをしようということなんですけど、今日はちょっとこれ見てください。浴衣姿です。というのも今日はもうレジェンド、もう本当に大師匠に、来ていただいております。若いボン師匠です。どうも師匠。はいどうもよろしくお願いします。どうもどうぞお座りになってください。師匠ご無沙汰しております。ありがとうございます。どうも皆さん、年がとっても若いボンです。ボンでございます。どうも元気よ師匠。師匠今いくつ？78ですね。いやこの年ね、いや今もう西暦でやることが多いからね、どういう場にね、言うたら1944年生まれや。44年生まれ、ね、はい、で昭和19年や。昭和19年せやけど2022年やから、78になるや。78言うたらそっか、昭和19年の掲載た9月に来たら78年。78言うたら師匠芸能界言うたら誰？もうみんな死んでんね。かろうじて生きてるのはまあ中野ね、まあ友達として、桂福団治さん。福団治師匠。この福団治さんも関西というか、もうそうですな、東京はまだ米丸師匠が生きてはるになるからね。でもね師匠ね、彼は82ですわ。米丸師匠、ね、師匠米丸師匠でしょ、桂福団治。福団治師匠。ほんで僕師匠が78でしょ、僕ね。ええ、デビュー当時若いボン師匠とか見てたら、俺その時それぐらいの年かなって思ってましたもん。それぐらい、いやいやそうやねん、貫禄がありましたね師匠方って。あったやん、うん、そうやな、みんな年寄りに見えたんや。見えって言います。芸術僕ら17ぐらいで入ったからね、うん、あ師匠17で入った。そうや、あの隼人君と17歳ね、僕の師匠の若い隼人師匠。そうそうそう、学生漫才をやった。そうそう、高校でね、うん、あの資料で、うん、もうあのまあまあ中学校の時からみんな素人のね漫才番組でみんな出てましたからね。それはもうはっきり言って賞金狙いに。そうそうそう、あの当時よ、うん、せやから昭和そか17歳のそから35年ぐらいからやね、うん、せやから14、15、僕なんか小学校6年の時からもうラジオ出てたやから、うん、中田大丸ラケットさんとかね、はい、うん、あ大学先生、あの大御所、あの方が街頭録音言うてね、はい、こう皆さんにインタビューするや、うん、ね、ラジオやね、はい、それは何千人って集まんねんね、うん、オロナイナンコくれんねん。知ってる？オロナイナンコまだあれやろ。あります。ケーキキチキチタコラ、あのオロナイナンコ欲しいさじね。まあまあその当時としては高級あるから、そんなもう高級な傷は治るわ。そうや、ほんでそんなんにね、あの何千人集まるのにね、当ててもらうのやね、普通じゃ当てられへんから、うん、せやから自転車に乗って俺日の丸立てた。それこけますよ。その時は俺それ小学校6年の時や。そうですか。その時からラジオ出てた。で、中学1年2年で漫才のその漫才教室というね、うん、もうそこから全部有名になっていってました。横山やすし君ね、うん、それから烈豪三匹ね、うん、名古屋あのルーキー選手だと兄弟や、うん、それから桂志尺さんも落語家やけど、その漫才教室前はもう落語家よりも漫才の主流やったや。ほんで兄弟でね、うん、あの漫才してたんや、前田兄弟、で列子の方は直井コンビや、で横山やすし君、前田五郎さんとかね、ピンカラトロナミキロイツサンバルトリ、横山やすさんはその時はなんか違う相方とやってはったんですか？いや、中学校の同級生、同級生で、それで小塾に入ったや、秋田美濃先生がね審査委員長で認めて入ったや。やすし師匠小塾おったんですか？そう、酒井翔助先生、酒井やったからね、中学校の時卒業してそれで小塾に入ったや。で秋田稔先生がまあ引っ張ったみたいなもんね。おーおーおー。で酒井翔助新助でやったけども、まあ、コンビは続かんかったね、それからノックさんのカバン持ちして、でそれから、横山プリンって知ってるから、はい、と組んでもあかんかった、で熱望翔士さんとも組んで、あかんかったよ。で4年目で西川京志君と組んでバーンなったや。屋敷を捨て一気に人気が出た。全部反対してたらしいけどね。だからヘレンちゃんがこれ、ね、まあね、もうあのやれ言うてね。その時まあ言うたら
同期というか若いボンハヤと、松竹は若いボンハヤと、吉本は安井教師、安井教師は4年経ってからやからね。あ、ほな師匠らが先輩なんですか。まあ先輩というより、うん、まああのコンビ組んで酒井翔助新助で松竹のおった時は本人が中学校卒業やからね。なるほど。高校2年の時に中退してね入ったからね、うん、ええ、だからまあまあ2年後は、うん、まあ、とりあえずはあ、いやプロになったというか、うんうんうん、舞台に立ったやからね、でもお互いしゃべくり漫才で、そうそうそう、やっぱお互いがライバルみたいになってた時期も、そうやね、やっぱり師匠はそれ意識してたんですか、安志清志は。いやーそれがあかんにゃ何がです、もうこのボンハヤ途中なね競争心がないというか闘争心がないというかもうどっちもね、うん、どまあ早言うたらね、もうなんかもう遊びの方だけの方でね、もうせやけど現実にはもう要はあのすぐには舞台に出してくれんかったからね、でもそれぞれから入ったは秋田美濃先生の弟子で足立克実いうね、はい、関西でも有名な人のね漫才作家の先生ね、はい、まあ放送局のプロデューサーから紹介してもらって、で足立先生から主要チームに入ったんや。あの先生が恩師です私の、師匠あの時代ってね、漫才作家さんが作ったネタをやったりしてた時代ですよね。その前にはもうね、素人の時は自分で作って自分で考えてやって、それで考えてもう1週間に一遍はね、うん、すぐに舞台立たせてくれへんかったから、なるほど、漫才のねそのネタを書いて、うん、そしてやっと舞台出れるようになったんやけどね。だから自分で書くのもあったし、まあ足立克実先生がね書いてくれて、いうのもあったしね。それでまあプロになったら作家さんが書いてくれる、あの頃は小いう時代やった、松竹の前世やったからね、うん、まし、秋田美濃先生と勝忠夫ね、あの社長とかね合併して会社作ったもんやから、もう漫才作家がいっぱいだったよ。んで師匠らもいろんな劇場出なあかんから、うん、ネタを自分で考える時間もなかったという。いやいやいや、僕らも大体僕が考えて、師匠らは自分らのネタをやってあったんです。悪いけど早くとかも全然もう全部僕が書いてた。そうですか。ああ、早と師匠はやっぱりどっちかだったら練習とかもあんまりしない。もうしないもう横山やすし君と一緒や。ああ、なるほど。だからもう日野球さんはごっつい練習すんねや、練習すんねや、阪神球さんとごっついすんねや、うん、ねえ、あの言うあれや、おなんかと一緒や、知らんよそんなと、野球とは関係ないけどね、まあまあ努力をするという、そういうね、素振りにもせんかよ、そういう名人とかね、うん、そういうようなね天才という人ほど努力してると。盆栞はどっちかだったら後で知ってやるとか。なるほど。盆栞はどっちかだ、練習したいタイプ。したいタイプ。なんか見た目はね、なんか盆栞の方がラモンみたいな感じやけど。もうそうやね。ほんだもう同じね、もう漫才こんなあの、うん、ね、同じ漫才、まあまあ何回もやった漫才をテレビ撮るわけや。はい、それからテレビ撮る前にまたやるわけや。うん、だ早いとこ曰くはもうあんまり練習したらね予定もか。